デオカメラの返却は。あ、明日でいいですか。明日は休みでございますね。夜あ、OK です。生活中に。ワイロ、ワイロ。ロッピー、貸し出しして。緊張してきますよね。お父さんと喋ってるとみたいに、うん、余計緊張する。局長初登場ですよね、はい、前登場したけど、ちょっともう喋りましたっけ。喋りませんでした。ですよね。来年こうします、ね、でも局長で、あ、そうだ、テーマも掘り下げていきたいので、皆さんテーマとかも送ってくださいねって。もう6人になってる。おかすいたな、おかすいた。ノワン JCG タイム。こんにちは、宜野湾 CCG タイムの時間です。この時間は宜野湾市社会福祉協議会の企画・制作でお送りいたします。本日のお相手は地域活動応援係の尾永恵美香と、地域福祉推進係の赤峰舞と、事務局長の中野隆です。おーそしてはい、FM宜野湾の山内です。でお送りします。はい、はい、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りします。皆様最後までお付き合いください。はい、そして私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、チュイ CG の人と人がつながる優しい町宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉活動の推進を行っております。はい、そしてこの番組ではですね、メッセージの方も募集しております。今日は局長が見えてるので、局長に対する対するとか言って、あの福祉について熱く語ってもらいますので、皆さんぜひコメントも募集しております。そしてメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。 FM ギノワンではインターネットにてサイマル放送も行っております。スマホで聞くこともできますよ。アプリリスラジオダウンロードしていただいたら、いつでも聞くことができます。そして YouTube の方でもライブ配信をしてますので、皆さんぜひ気軽にコメント応援の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は内容盛りだくさんなので、はい、進んでいきましょうか。はい、はい、はい、どうぞ。それでは幸せをつなぐ宜野湾 CCG タイム始まります。保存してくださいね。なんか YouTube はね、はい、そっか、できないんだよね。あ、書いてある、ツイキャスは動画を保存でお願いします、うん、このツイキャスの画像をアップするので、はい、まあまあ、まあまあ、保存してください。はい、了解でございます。プレサポを受けてた方、あの、あ、はい、頭と米を持ってきてた人、うん、頭と米怖い。着ぐるみ、着ぐるみ、着ぐるみ。
子も来てたよ。町に子も来てました。大蛇の賞が。部長でしたよね。FM ギノワンの部長。大蛇健二さん。ふくふくトーク。さあ始まりました。3月20日水曜日、宜野湾チュイシージータイム始まります。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております。そして今回はもう3月年度末ということでですね、はい、1年間の振り返りと、はい、なんと今日は社協のボス、うん、ボスが登場しておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ局長自己紹介お願いします。事務局長の中野孝です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、局長は第1回目で、このラジオの第1回目で出ていただいたんですが、あまり喋らず第1回目市長じゃなかった。え、局長も一緒に市長に呼ばれて、市長に呼ばれてちょっと米、ああ、じゃあ見学で、そうそうそう、最初は来て、え、局長も喋らないのみたいな話したら、おー、ちょこっと喋って終わったっていう。あ、そうなんです。じゃあ2年ぶり ?3 年ぶり2年ぶり2年ぶりですか。ちょいちょいミニは来てくれてるんですけどね、なんか手振って手振って祭りの時も、はい、加入促進のところの時も姿はあるんですけどね。姿は声は乗ってないっていう、はい、ありましたので、はい、うん、ちょっと恥ずかしいガリアなもんです。そうだダンディーなのにね。そう、うちの局長は最初山内さん会った時は、はい、局長と思わなかったって、おそうそう、だってピンクのシャツ着てて、はい、おしゃれだったので、なんか固いイメージがあったって。そうそうそう、今日の局長とかは、うん、そしたらなんかあのファッショナブルな、ファッショナブル、ファッショナブルすごい、なんかいいね、社協みたいな。すごい身近だね、みたいな話がありました。そうなんですよ、はい、ピンクのシャツ、はい、はい、あ、そうだ、大塚健二さんからもコメントが来てます。はい、はい、横浜からツイキャスで見てますってことで、うん、沖縄滞在中は他県にもかかわらず講座も受講したり、朝の町に子運動も体験させてもらって、あり、はい、嬉しかったですっていうことで、ありがとうございます。健二さん、ゲストにも出てもらいました、はい、うん、FM技能、あと、FM技能社協ラジオにもゲストに来てもらって、はい、あと、お米もたくさんもらってですね、はい、あ、そうなんですか、はい、フードバンクドライブ、フードドライブですね、フードドライブの寄付と、はい、あと、人形の頭、うん、もらってあれ、使えますかね。あ、でもなんか、アイクエンはあれをつけて誕生会とかに来てほしいっていう、おで、あとうちの職員もテンションが上がってました、はい、違う自分になれたりするってだいぶ、はい、活用していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、では局長にインタビュー今日はするんですよね。はい、よろしくお願いします。局長にインタビューします。緊張してます。僕がですか。はい、まず小野川さんから。はい、私から質問です。はい、局長が福祉の道に進むきっかけって何かあったんですか。そうですね、あの、はい、高校時代に、まあ、進路を決めるときに、はい、どういう道に進もうかなと、大学に進もうかなと思ったときに、はい、やっぱりあの印象に残ってたのが、はい、地域の、はい、いろんな人たちの優しさとか、うん、まあ、声かけですね、まあ、幼稚園に、行くときには、はい、あの畑でおばあちゃんが、畑、はい、局長が幼稚園って、はい、あったんですよ。何年前ですか。前畑あったんですか。昨日40何年前ですかね。中原ですか。はい、中原ですね。畑だったんですよ。みつる行っておいでっていう感じで、はいはい、いろいろ声がかかってたんですね。はい、あの買い物のやつ、はい、買い物も私、うん、葉っぱでスーパー、あー、町屋側で買い物したことがあるんです。葉っぱでヤンキーですか。ヤンキーですよ。普通の葉っぱですよ。普通の道端の、それも、はい、あれですよ、4歳とか5歳の、あ、4歳だよ。びっくりした。で、それをあの、はい、後でおばあちゃんがあのお金を払いに、泣ける。だ、地域の優しさとかね、そういうのがあったんですね。なるほど。葉っぱで来てたよとか、うん、いう話があったんですよ。またミツル買いの葉っぱで買い物して
しに来てたよっていう感じで、すごい。でそれで福祉系の大学に進んだんですか。はい、名古屋の方に行ってきました。4年間名古屋だったんだ。知らなかったです。全然全く局長の過去ってベールに囲まれて隠れててよくわからなかったそうなんですね、はい。大塚健二さんより、はい、局長さんは僕より年下の38、9ですかって。やりましたね。ありがとうございます。もう少し上かな。だいぶだいぶ。はい。53歳になりますね。あ、53なんですか。今年ですね。あ、そうなんですね。まだ50ですけど。あ、じゃあ大塚さんに近いですね。大塚さんはいくつなんでしょうね。57、8だったんじゃないかな。若い。どう思ってたんですか。違う。あ、見た目はね。はい、見た目が若いってことです。あ、じゃあ、逆じゃないですか。見た目がもっと前か。はいはい、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 はい。ね、福祉の道に、はい、すごい、そのようにして進んだ。大学に進んで、うん、沖縄に就職で戻ってきたんですか。そうですね、もう大学卒業したらやっぱり沖縄に帰っていきたいという思いがあって、はい、すぐ帰ってきました。すぐ社協で働いたんですか。私は那覇市の社協の方に2年間、うそ、非常勤で勤めて。知ってました。知ってました。知らなかったかもしれないで、それから宜野湾に来たんですか。はい、あの、たまたまあの正職の募集があって、宜野湾社協勤めて今何年くらいですか。30年、違うな、27年。おお、生まれてない。嘘だ。本当です。あ、そっか27年間社協に勤めて、最初は何のお仕事してたんですか。福祉活動専門員ということで、はい、まあ、社協の、授業大体すべて見てましたね。すべて。 あの頃って人数何人だったんですか。ちなみに5、6名ぐらいですかね。そうなんだ。はい、5、6名で宜野湾の福祉を、地域福祉を。今30名ぐらいか。すごい。局長が勤めて、はい、これやったぜみたいな大きい授業ってありますか。立ち上げた授業みたいな、まあ、ミニデイサービス授業ですね。うん、お、今よくね、よくラジオでも、はい、平成8年に、はい、あ、からスタートしている授業なんですけど、平成7年に、はい、読谷の方に見学に行って、はい、そこからアラグスク地域が第1号。おー、アラグスクなんですね。はい、モデル的にスタートしました。大変でした。23区全部。そうですよね、立ち上げ。今23区全部ですよね。うんうん、はい、週に1回。どれぐらい時間かかりました。最後が平成14年3月ですので、はい、14年8年、7年。おー、かけ算かけ算指で指で調べてました。かけ算も違うけど、はい、7年かけて23区、はい、これも毎週だったんですか。始まったのは初めは月2回からスタートしました。おー、で今のような形で食事を提供して、はい、レクをして。当初から、はい、スタートから食事は、はい、出していたんですけども。すごいですよね。でも、はい、ちゃんとした今の形になったのは、うん、平成10年からですね。でもそれでも平成10年からって言ったら今20年経ったってことだ、はい、すごい歴史を感じます ね、 ね、とってもね。聞けますか。なんかトラブルがあるみたいな。はい、20年続けていて、大塚健二さんから質問が来てますね。はい、今も続けていること、心がけていることは何ですかということで、お、局長に質問が来てます。そうですね、地域の人たちの声を、うん、まあ、はい、聞き残さないように、うん、っていうかキャッチするようにというふうな部分ですかね。お、はい、まあ、なかなか難しいところではあるんですけども、地域の人たちのこの、まあ、言葉をキャッチするとかっていうのはどんな風にしてますか。なるべく、はい、まあ、いろんなところに出るようにはしている、うん、で、まあ、そこでいろいろ、はい、お話する中で、うん、はい、
感じるようにはしているんですけど、うん、なかなか事務局長になると外に出る機会が少なくなってきますので、来たら中に行ってくださいみたいな雰囲気が、はい、ちょっとあの、ね、地域に出ていくと、はい、局長来たのっていうことでちょっと寂しい、びっくりされるんですか、はい、なんか何かまたお願いされるんじゃないかなということで、警戒されることが多いんですね。なるほど。局長になっては何年ぐらいですか？15年ぐらいになりますかね。ということは？は？30代、38ぐらいの時になってますね。へえ、38、若いですよね。38で社協を任されるってどんな心境だったんですか？最初はですね、楽しかったですね。楽しかった、はい、プレッシャーとかでもなく、はい、自分がやりたいようなことができるのかなと。でもまた、はい、分かるようになると、はい、プレッシャーになってくる。だから今の方がやりづらいかなと、はい、でもね、こんなね優秀な部下がいっぱいって幸せですよね、はい、そうです言わされてる感が、はい、もう僕にも感じましたねじゃあちょっと1曲いきましょうか。ここで、局長の青春の歌ということで、はい、チェッカーズギザギザハートの子守歌。局長、昔、寮は局長が入りたての頃の福祉と今との変わりも聞いていいですか？ニーズの違いとかって絶対あると思うんですよ。その辺を聞きたいですし、あとは何だっけ、苦労してることもなって、こうなんていうの、なって局長になってめっちゃ苦労してること聞きたいです。全然大丈夫ですよ、私たちのことは気にせず職員が自由すぎて困ってるとかね可愛すぎて困ってる途中で開けますか、うん、今の方が難しそうですね。そう、絶対難しいと思う。難してるので、じゃあいきますよ。さあ、お送りしている曲はですね、局長のリクエストでございます、はい、チェッカーズギザギザハートの子守唄。おーい、はい、イエイ、はい、後半も引き続き、はい、局長にいろいろとインタビューをしていきたいと思ってるんですけども、はい、僕からも質問あって、はい、その局長が福祉に入りたて、まあ那覇、最初那覇のね社協っておっしゃってましたけども、はい、その頃と今のこのなんていうんですかね、うん、地域のニーズというか、うん、福祉の移り変わりってありますか？うん、そうですね、入りたての時はやはり、はい、啓発的なものが中心だったのかなと思います。まあ、福祉の、まあ、お祭りだったり、うん、そういった合法的な部分が多かったのかなと思っていますが、はいはい、今はやっぱり地域にどんどん降りていって、はい、その、個別的に支援していくような、うん、見守り活動をしたりとか、やっぱりそういった地域で具体的に、うん、まあ、支援するというのが大きくなっているのかなというふうに思いますね。これなんでこんな風に変わってきたんですか？やっぱり福祉制度の中でやっぱり歪みというか、やっぱり手の行き届かないところがどんどん出てきて、また家族とかそういった地域の力も弱くなってきてますので、やっぱり具体的にそういったものを作り上げていかないと、まあ、昔あったものをまた、はい、ああいう風な感じにですね、うん、作っていくっていうのが必要なのかなというふうに思ってますが。なるほど。大塚健二さんからもコメント来てますね、はいはい、以前とは変わってきたなということはないですかということで、まあ、これはね同じ質問なので、はいはい、家族が預けるというとか、どういうことだろう、うん、子供を預けるということかな、うん、はい、社協さんに依存しすぎるとかっていう質問来てますけど、そのあたりいかがですか？社協依存っていう、依存っていうか、やはり困ってる方々、うん、なかなか周りが助けてくれない方々、うん、やはりある程度社協は関わっていかないといけないのかなというふうに思います。一度だけ支援して終わりではなくて、うん、やっぱり何度か
長期的に考えていかないとこの人たちの自立っていうのは難しいところなのかなというふうに思います、はい、メール来てます。はい、はい、住みよい町宜野湾市民さんより。はい、まるでスポーツ解説者のような局長さんで福祉のイメージではないので驚きました。宜野湾社会福祉協議会の職場の雰囲気の良さが漂っているようです。すごいですね、メールありがとうございま す。嬉しいね。はい、やっぱね、僕も最初、はい、局長見た時にねすごいなと思ったので、すごいピンクシャツ、ピンクシャツ今いじった局長いじった白のシャツがないんですね。ないんですか。だからすごいイメージを変えてるというか、まあ社協のこの若い子たちもそうなんですけど、のびのびとこう楽しそうにやってるというのがやっぱ印象的だなと思ったので、それがやっぱりこの局長のこのスタイルかなと。ヒゲも渋いですし、はい、めっちゃ笑ってる。さあそんな、局長ですけども、はい、苦労してるって局長になったことない。やっぱりね、いろんなこう狭間に立たないといけないと思うんですよ、局長って。そのあたりで苦労してるって、はい、もうざっくばらんにこれは言ってほしいです、はい、そうですね、やっぱり社協の、はい、活動費ですね、やっぱり我々お金を得るような、はいはいはい、事業をしているわけではないですので、やはりそれを寄付金であったり、はい、共同募金とか、うん、まあ、そういった部分をいかに集めていく、皆さんに協力いただけるかというところが一つとですね、はい、あとは職場の環境を整えてあげると、やっぱり働きやすい環境を作ってあげるというところもちょっと、はい、苦労しているところかなというふうに思います。今やはり職員募集してもちょっと十分来ないですね、はい、人手不足が今社協もなんだ、どこもそうですよね。そうですね。そっか、局長が考えるこの社協のこの理想的な形というか、おそういったものって何ですか。職員が楽しくできる職場、はいはいはい、生き生きと活動していれば、うんうん、自然と地域福祉も、はい、仕事にも広がっていくのかなというふうに思ってます。なるほど。なんかちょっと感動してる。なんか局長ついていきます。あ、いいですね、はい、でもそういった形で、思っていらっしゃるということですけども、はい、地域にとって社協ってどんな存在なんですか。なかなか地域にとってリスナーさんわからないと思うんです、うん、地域にとってっていうか、まあ社協という存在ですね、はい、どういうあれなのかなと。そうですね、まあ、これはちょっと地域からそういうふうに見られたいと思われたいということでよろしいですかね。やはり社協がいれば何でもできる、でも安心して自分たちは、はい、地域福祉が推進できるとか活動ができるというふうな思いを持ってもらいたいということで、私たちがそれを支えていけるような、はいはいはい、職員でありたいなというふうに思ってはいますけども、あ、もう本当に受け皿みたいな形ですかね、やっぱり社協というのが、はい、もうその、はい、支援をちゃんとして、うん、安心して、うん、できるような活動ができればですね、はいはいはい、いいのかなと思ってます。ただちょっと はい、いいですか、まだごめんなさいね、はいはいはい、なんていうんですかね、うん、こんな言っちゃうのは悪いですけど、福祉ってやっぱりお金かかるじゃないですか、はい、で受け皿になるのもやっぱりお金かかるじゃないですか、はい、でもやっぱりさっきお金を生み出すのが苦しいって言ってたと思うんですけど、はい、この先、はい、やっぱり財政も少なくなってくるとして、はいはいはい、どんなしようとしてます、そのあたり。そうですね、やはり皆さんがやはり社協の事業を知ってもらって、はい、この事業にだったら支援してもいいかなというふうな、やっぱり具体的に一つ一つの事業に自分たちが支援したい、例えば子どもの活動に支援したい、高齢者に自分もやりたい、だからいろんなものがあっていいのかなと思ってます。だから募金の寄付の形もいろいろ作っていってですね、それぞれ思いを我々が受け止めるようなものにしていければいいのかなというふうに思ってます、うんうん、なるほど、まあそれ寄付みたいな形ではあると思うんですけど、はいはい、逆にこの自主財源というか、そのなんていうんですかね、
あのお金もらう対価として、うん、そのまあ、市場のニーズではないですけど、はい、そういったのを社協の仕組みでどうにかやるとかっていうのはできるんですか、この先というか。今ちょっとあの秘めてるものはあるんですけども、はい、ちょっと今また言葉にはちょっとするにはちょっと早いかなと。あ、一応いろいろな考えはあるということですね、はい、逆にですね、うん、やっぱ自分たちの考えだけだったらやっぱちょっと狭いので、いろんな考えを聞きたいなっていうのあります、アイディアを。あ、はいはいはい、うん、だからそのあたりが、うんうん、結構ねやっぱりちょっと気になってるなと、シャキロさんとお付き合いね、いろいろとさせてもらってて、はいはいはい、だから局長が来た段階でいい機会だなと思ってですね、いろいろと聞いてみました、はい、はい、ありがとうございます、はい、でもあのね、本当に大塚健二さんも来てますけども、はい、安心感とかその風通しがいいとかっていうのは、うん、やはりすごいいいことだなと思うし、宜野湾社協は宜野湾社協のこのなんかカラーがありますからね、はい、すごいいい社協だな思ってますよ、本当に思ってますよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はーい、というわけで、はい、というわけで、まあ、はい、はい、お時間がそろそろなってるんですけど、次年度も引き続き、はい、社協ラジオを続けていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメント、はい、紹介していいですか。函館マウンテンさん、社協の活動内容、はい、具体的に周知徹底してみたらって来てます。なるほど、はい、大塚さん、うん、腰集めて活動費にするのはまずいですか。あ、これはね、自治会もやってますからね、はい、取り合いになりかねないというのもあるのでね、その辺も調べながら他の団体の邪魔しないように、はい、ちょっと模索したいと思いますね、はいはいはい、そういうのね、はい、僕らもなんかいろいろと一緒にできたらいいですね、はい、ぜひぜひアイディアをお願いします。面白いですね、はい、はいそして、あ、はい、来週ははい、スマイルマンデークラブアラグスクの体操サークルがですね、はい、社協ラジオを目標に日々カラオケだ、介護予防体操頑張って、楽しみ、はいはい、カラオケの練習もデイサービス絆さんで練習してきて、すごい来週に臨んでいるということで、ね、すごい来週はまた賑やかな、そうそう、ちょっと大所帯になりそうなんですけど、それで今年度は締めたいと思いますので、はい、はい、いいですね、非常に楽しみですね、はい、また次年度もよろしくお願いします。はい、それではせーので終わりたいと思いますので、はい、局長いいですか、はい、はい、いきます、それではせーのさよなら。ミキさんさんも歌う年度はテーマ型もやっていきたいので、こんなテーマ話してほしいとかあったらコメ、あのメールなりコメントなりよろしくお願いします。お願いします。ではでは終わります。局長はまた出てくれますのでよろしくお願いします